ある日なのですが、まず朝今7時半です。バゲージを、預けてからディズニーに行きます。ということで今日も朝ごはんやってまいりました。ああいう風に飲み物を取っていきます。多分このコーラのマシンは、夜ご飯だけしか入ってないっぽいですね。そして冷凍を取っていきます。ご飯の内容は昨日と同じですね。フォアさんこんな感じでアメリカンな朝食となっております。ということで昨日よりちょっとサラミとか違う用意を取ったりしました。いただきます。食った食ったお腹いっぱいになりました。今からバスでランドっていうかパークに向かおうと思います。開園まであと25分あるのでちょっと余裕があるんじゃないかなと思っております。今日はここはミッキーだそうです。ちょっと僕たちはパスします。さっきホテルのとこ歩いてたらこんなカードを見つけてちょっとよくわかんないんですけど拾っちゃいました。なんか隠しカードみたいな。ということで3日目もこの景色でございます。今日は一番今まで天気がいい気がします。レミーも連れてきました。エミリーはちょっと怒っています。エミリーが朝早くアラームをつけて、僕を起こして自分はちょっとすぐに起きないっていう、それを注意したらエミリーは怒っております。そして今日もディズニーランドではなくて、こっちの方にウォルトディズニーステジオの方にまずは行きます。今開園の3分前かな、8時半の3分前、そのホテルの人は9時半の1時間早く帰れるんですけども、列ができてますね。今日も入ってまいりました。ということでこのクラッシュのコースター20分待ちです。まだ空いたばっかなのにこれがやっぱ一番人気なんだね。ちょっとこのディズニーランドパリ共通してこれが一番人気っぽいし、こんな感じです。さあ乗り場が近くなってきました。エミリーは怖がっております。怖い。こんな感じです。見える。やっぱりディズニーランドパリはそのちょ乗り場まで遠いなと思ったら急に室内入ったらもうすぐそこ乗り場じゃんみたいなのが多いです。近づいてます。やりました。まいまいまいちょうだいちょうだい。 How is it, Emily? Fun? エミリー怖がってましたけどまあなんとか大丈夫だったみたいです。タートルというかクラッシュのコースターはちょっと回転率がやっぱり悪いんで結構並んじゃってますね。内容的には、まあ、そのニモの若干映像とかとあとUSJ にあったこのぐるぐる回るやつ今もあるか分かんないですけどと、まあ、全く同じですね。ぐるぐる回りながらこういう感じこっちの回転はないですけどね。 No
さあまたアベンジャーズのセクションにやってまいりました。ちょっとあのスパイダーマンが楽しかったんでもう一回行きます。 OK？ 40分待ちです。昨日もこのスパイダーマンのやつ乗ったんですけど、まあ、簡単に言うとトイストーリーマニアですみたいなもんです。で 3D メガネつけて、で銃じゃなくてこうやって手で動いてモーションキャプチャーで、まあ、雲のロボットを狙って点を取るっていう、で、まあ、その雲の色によって、その特性が違ってその特性を巻き添うというか、ね、And last time I won. はい、僕があの4人の中でビリで、エミリーが僕よりも高くて負けました。ちょっと残念なことに止まってしまってスパイダーマンが結構並んだんですけど、入れないことなりましたということ で、 なんか日本だったら結構チケットとかもらえるじゃないですか、途中で止まっちゃったりしたら。でもそういうのもなくって、しょうがなく他の次のところに行こうと思います。ということで懲りずにラタチュイリ10分待ちだったんで来ました。ということで3度目でございます。そこに女の子がいる。3回目でも楽しかったです。この前2回とはちょっと別ルートみたいになっちゃったんですけど、でもどのルートでもほぼほぼ同じでした。でも今回はちょっと水に濡れなかったですね、まあ、そのシステムの問題なのか席の問題なのかわかんないですけど、まあでも楽しかったです。ここにレミを開けてパークを移ってきてディズニーランドの方に行きます。昨日はこっち来れなかったんで、まあ、ちょっとしたチップなんですけど、この真ん中は混んでるんで、こうやってサイドに行くと早めに入れます。訂正なんですけど、左は出口のみでした。多分右の入り口から行くとついてます。誕生日は昨日だったんですけど、誕生日バッジをシティホールに行ってもらいました。あのディズニーランドのシティホールに行くともらえるっていうのを見たのでもらいました。直樹、今日は晴れてすごい景色が良いです。
たまたまやってたショーを見た後はアドベンチャーアイランドというところに来ました。鳥がいるなと思ったら魚が、しかもめちゃめちゃでかいのがいっぱいいます。結構見た目がいいですね、これトクロ島みたいな。それではパイレーツ・オブ・ザ・カリビアンに乗ろうと思います。15分待ち。こんにちは。パイレーツ・オブ・ザ・カリビアンっぽくなってきました。そしてちょっと見づらいんですけど、あっちの方には多分ご飯食べるレストランがあります。レストランがあります。僕がこれも3ヶ月前くらい予約取って今日の夜行きます。なんかめちゃめちゃ上がってる気がするんだけど、東京ディズニーのパイレーツ・オブ・カリビアンに上がってる気がします。このよくあるやつ。おーおーおー、パイレーツ・オブ・カリビアンみたいな、みたいなというかザ・パイレーツ・オブ・カリビアンのところに行きました。パイレーツ・オブ・カリビアンはまあパイレーツ・オブ・カリビアンでした。普通に楽しかったです。なんかアラジンの建物に行きました。おお。山マツカ。山マツカ。アラジンの地下のビル。魔法のランプが光っております。音楽が流れてます。ジーニーは浮かび上がってるね。アラジンのお話がこういう人形のやつになってます。ああ、敵の女王のアイスゲット。こんな感じで氷の結晶みたいになってます。ユミリはこのビーガンのアイスクリーム買いました。クッキードアイスクリーム。ということで45分ライオンキングの列に並んでやっと中に入っていきます。フロンティアランドシアターです。おーでっか、シアターでっけえなこれ。確実に入りたいんだったら、まあ、45分前くらいに並んでか、まあお金払って席取るか、まあ、30分くらい前なら、まあ、多分行けると思いますけど、15分前とか多分無理ですね。まあ日によりますけどもちろん。
キングのショーめちゃめちゃ良かったです。あんまりキャラクターっぽくしてないのがコスチュームとかすごい
よかったです。絶対見た方がいい、おすすめの一つです。結構やっぱり、まあ会場もでかいんですけど、すごい満員になるんで、なるべく、まあ、早めに並ぶか、まあチケットを買って席を確保するかっていうことですね。一回ここのディズニーランドを離れて、またウォルトディズニーストリオズの方に行こうと思います。ウォルトディズニーストリオズの方にあるカーズのアトラクションに来ました。コージーコーナーモテオ、こんな感じのアトラクションです。前海外クオリティなのがやっぱりこのこっちサイドの5分の2がもうアウトっていう、アウトボーダー。あと10分待ちって書いてあったんですけど、もう20分くらい待ってます。ま、多分日本に比べてその待ち時間あんまり正確じゃないんで、ちょっとそこら辺は余裕見た方がいいと思います。エメイおーで、もう一回ミッキー&マジシャンのショーを見に来ちゃいました。めっちゃ良かったので。あとこの前の音が取れてなかったので、ちょっとリベンジです。カメンミキー、わーセッターコイヤーで、ワルトムトゥマイワークショップミキー、コムトゥルフォーサメレタンボクドバレー、アシュケンシーエピザクトゥルーン。オイモシュルマジシャン、Accept our invitation and be
against, be against, put our service to the test, tie your napkin round your neck, shine, and we provide the rest. Soup du jour, hot or bare, be our guest, we are guests, we are guests. I do tricks with my fellow Gangnam Sticks. Come on and lift your glass. You want your own free pass to be our guest, be our guest, be our guest. Oh, look at that! Restaurant, and I'm your man to eat.
some hugs. Who are you? Je m'appelle Mickey. Oh, et un jour, je deviendrai le plus grand magicien du monde. Dès que j'aurai trouvé ma magie. A magician? Well, I love magic. It's my favorite. No, wait. I love summer more. No magic. But he can't find his magic. Don't worry, Mickey. I understand. I discovered that magic lives inside all of us. We just need the courage to share it with those we love. Tu vois, Mickey, la magie est en chacun d'entre nous. Il faut juste avoir le courage de la partager avec ceux qu'on aime. マジシャンのショーはめちゃめちゃいろんなキャラクターが出てきてすごい楽しいですね。僕の This and Power is my most favorite. Really? What's your most favorite? Most favorite? ディズニーランドに戻ってきました。この列車に乗ってパークをまあ一周か、この入り口のところになるんですけど、まあ駅が各エリアにあるんで、まあ、どっかで降りるかしようと思います。こんな感じです。結構スピード速くと、はい、ウルカリミアルの上を通ってます。すごい電車はこんな感じで、なんかベンチ型になってて、まあこんなとこを撮っております。結構にシネアギーメルに住んでいる。こっちもなんかある。あれはいつはスモールワールドではないな。ちょっとあれ行ってみたいかも。そしてここはいつはスモールワールドです。あ、手振ってくれてる。誰も手振ってくれてない。これがハイパースペースマウンテンって言って、スペースマウンテンの強化版、スターウォーズとスペースマウンテンがなんか一緒になった感じらしいです。眠れる森の美女のお城です。綺麗ですね。空が綺麗だし映えます。僕はこのハイパースペースマウンテンに来ました。普通は30分待ち、シングルライダーで行きます。
オリゴン町。このエリアはトゥモローランドではなくてディスカバリーランドっていうみたいです。こうやってハイパーなスペースマウンテンなので、ただのスペースマウンテンではなくてスターウォーズがついてきます。あのエミリーがジェットコースター系嫌いなので、一人でシングルライダーあるし行ってくるかっていうことになりました。初日にアベンジャーズのアイアンマンと、キャプテンマーベルのやつ乗った時は乗る前と後に超足ガクガクしててもちょっとかわいそうになるくらいだったんで、まあ一人で休んでもらって僕はシングルライダーで行きます。シングルライダーは15分待ち、めちゃめちゃスムーズに来てます。こんな感じで外がちょっと見えるとこあってくみたいです。売り場はこんな感じで、ハイパースペースマウンテン終わりました。やっぱまあスペースマウンテンにスターウォーズ要素が合わさったって感じですね。いた。なんか不思議な顔してる。普通にジェットコースター好きな人はおすすめですし、まあスターウォーズ要素、まあ、超強いわけではないんですけど、その、スペースマウンテンの中にその星とかそういうチューチューチューとかスターウォーズのなんか宇宙船とかがいっぱい出てくるっていう感じです。エミリーは疲れ切っております。今度はディズニー・スターズ・オン・パレードっていう、この日は5時45分に1日に1回だけある、パレードを見に来ました。ディズニーランドをぐるっと一周するみたいです。
このノーチラス号の中に入れるっぽい探検があるので、このノーチラスでこれ行ってみたいと思います。 2 minutes。 さあ、ノーチラス号の中に入っていきたいと思います。船の中に入ってきました。お宝がありますね。おお、It's a bed。 これが映画でも出てきたあのダイオウイカですね。Capitaine Nemo. Bonjour, SAS Company. Des dauphins. Magnifique. これが映画でも出たオルガンです。Et les requins marteaux pour être précis. Ils chassent les raies normalement en bougeant leur tête.歩いて通るだけだったですけど、楽しかったです。一瞬だけどね。アリスの Curious Labyrinth 迷路みたいなところに来ましたよ。アウトサイド、It's out already? こんな感じになってたり、でっかいチェジャネコの顔。ハートのクイーンのお城にやってきました。見てください、こんな見た目になってた。上からの見た目こんな感じでございます。ちっちゃい汽車の、ジェットコースターみたいなのと、実はスモールワールドとは別のこういう船がありました。でも
同じエリア。こんな感じで真の小人。あーこれ魔女、これはラプンツェルの塔。What is this? Hansel and Gretel. Ah, Hazel とグレーテルの歌手の家。お次はアリエルの。おお、That's Alec. Yeah, Alec over there. アリエルの家。Diamond in the Rough. アラジンの。Well, get back up, beauty.あそこに城があります。オズの魔法使い。誕生日は昨日だったんですけど、これつけてると普通にキャストじゃなくても誕生日おめでとうって言ってくれて、最初僕が気づかなくてうんってやってたら、あのフランス語で言ってくれてて、で「You got happy birthday」って言って「Thank you」って言う。楽しいです。で気づいたんですけど、ディズニーパリはトゥータウンがなくて、でここがこのミートミッキーですね。またパイレーツ・オブ・カリビアンのセクションに戻ってきまして、今からキャプテン・ジャックスで夜ご飯です。これがキャプテン・ジャックスのメニューです。セット45ドルで、これは何だろう、子供かな、25ドル。でこれはバースデーとかをセレブレートするの35ドルとかってなってます。お店の中はこんな感じです。駅に着きました。パイレーツ・オブ・カリビアンがそこを流れてますぐらいですが、前菜が来ました。僕はソーセージで、パンはついてくるみたいで、ユミニはキヌアのサラダ、ヴィーガンですね、ゲットしました。でホテルとのミールプランで前菜と主菜とデザートと、まあ、このパンは自動ついてきて、でソフトドリンク5ユーロか、まあ、スパークリングウォーターとかもついてくるみたいです。いただきます。メインが来ました。エミリーはカレー、ヴィーガンです。でポーク、ジャック、いただきます。ちなみにこの水はタダなのでお願いしましょう。お願いしないと思ってきてこれもらえない可能性あるね。デザートが参りました。これはショートブレッドとパイナップル、ローセットパイナップル。What did you get? フルーツサラダ。フルーツサラダ。Can I get a magic? ということでフルーツサラダ。美味しそうだね。And it's vegan. Nice. It's coconut and cashew. ああ、ココナッツミルクなんで、ビーガンです。生クリームじゃない。いただきます。お腹いっぱい、お腹いっぱい。美味しかったね。美味しかった。美味しい。美味しい。Good。Delicious。Delicious。今レミじゃねえよ。エミリーって話してたんですけど。そのレミーのレストランの方が僕的には美味しくて、あ、じゃあ10 out of 10、でこっちはパイレーツは7 out of 10 for me。 だけどエミリーはパイレーツの方が良かった。パイレーツは9 out of 10。レミーは6 out of 10。まあなんでその、まあ、エミリービーガン料理だったしね、はい、まあそれもあると思うんですけども、僕はレミの方が美味しかった全然、うん、多分ビーガンとかじゃなかったらレミの方が絶対美味しいと思う。でぜひ行ってください。どっちもっていうか、あのパイレッツのはそのパイレッツカリビアンの横をねで食べれるんで、そのバイユーブルーバイユーみたいな感じです。美味しかった。ライトアップされている眠れる森のビルのお城も綺麗ですね。そして、これに行って帰っていこうと思います。エミリーと仲良しで帰ってます。で今夜のちょうど9時くらいなんですけど、まあ、まだちょっと明るいです。真っ暗ではないです。ウォルト・ディズニー・スタジオの方は10時までで、こっちの
ディズニーランドの方は11時まで空いてるんですけど、まあ僕たちまあ3日目でもうだいぶ見たいの見れたし疲れたんでホテルに行きます。で、泊まってたサンタフェホテルに荷物を取りに行って、でその後、パリのこれから、数日間滞在するホテルに移動しようと思います。アビアント、see you soon。 今ホテルからバックパックとスーツケースを持ってきました。さよならホテルサンタフェ。ここからバスで駅に戻って、パリの市内に向かいます。ディズニーのまとめですけど、まあ、3日間行って1日目はまあ飛行機移動で、まあ、午前中もうほぼ行けなくて、まあ、11時くらいから参加だったんですけど、まあ、2日半くらいですかね合計でだったんですけど、まあちょうどいいかなって感じですね。エミリーは使ってます。でもまあ全制覇とかは全然できなかったですね。で普通にまあ木金土だったんで、まあ金土でちょっと混んでたっていうのもあるし、まあ夏休みチームまだかな、うん、っていうのもあるんで、本当にガチディズニー好きで、もう本当に全制覇したい。アトラクションとかそのキャラクターグリーティングとか全制覇したいって言ったら、まあ、3日じゃ多分足りないと思いますけど、まあ、普通に楽しみたいんだったら、まあ、2日か3日か、まあ、4日あってもいいかな。まあ、自分は 2日か3日でもやったんですけど3日にしてよかったなと思います。で、まあ、4日でも4日にしたら多分もっとゆっくりこんな感じに ならずに疲れずに楽しめたんじゃないかなと思います。でアドバイスとしては、まあ、ホテルこのホテルサンタフェ確か一番安かったんですけど系列あのディズニーホテルの中です。でも全然良かったですし、あのホテルまでのバスもあの15分間隔で朝7時から夜の1時まで、毎回15分間隔で結構まっすぐ来るんで、全然問題ないかなと思います。で、ホテルからディズニーのそこの駅までも多分10分もない5分強くらいのバスライドなんでおすすめです。で今は今現在ディズニーランドホテル、あのディズニーランドの真上にあるホテルが休止中というか改装中なんで、まあ、そこが使えないのは残念かなと思います。今度、ね、来る機会あったらそこにちょっと改装終わってたら泊まりたいなっていう感じですね。まあ、自分がまあこうなるってことを知ってても多分今回のプラン通り3日間のパークで あとそうだミールつけた方が多分いいかなと思います。朝食と、まあ、夕食か昼食一食付きでのミールプランで多分その僕たち1日目2日目も一食45ユーロ50ユーロくらいするやつだったんで、でミールプランが多分それかそれよりちょい安あいいくらいだったんで、まあそのそういいところで食事するんだったら絶対払っとけば、まあ、朝食分タダになるくらいにはなるんで、ミールプランはおすすめです。特にレストランとか行きたい人それでまあ絶対に予約はすることですね。まああとはやっぱ僕はショーが好きなんでショーはほぼ全部、まあ、いいやつは見に行ったんですけど、めちゃめちゃおすすめです。ぜひちょっと早めに行って並んで、ショーは見てみてください。ということで今ディズニーのある駅からパリ市内に向かいます。チケットは、まあ、1回きりのやつを、まあ、2人分買って、1人当たり5ユーロでした。まあ、明日からちょっと何回も多分電車になると思うんで1日につき、まあ、チケットいろいろ考えていこうと思います。どうするかお得なやつとかあるみたいなんで。電車に乗ること45分、ホテルの最寄りアークでトライアンフ凱旋門の最寄り駅に来ました。やっとホテルに着きました。こんな街並みでございます。ホテルの部屋に着きました。エミリーが鍵を閉めてます。中から鍵を使って閉める感じ。こんなベッドは結構いい大きさで、お風呂もここに6泊します。あーちゃんと石鹸とかもついてるね。ボディーソープか。
はい、ということで今日はパリ3日目これにて終わりにしようと思います。もう疲れてるので寝ようと思います。見てくれてありがとうございました。次からは4日目エッフェルタワーとかエッフェル塔とか行きます。パラパラパラ。